か買取制度の話は、まあ、以上ということにさせていただきたいと思います。じゃあ残り時間わずかですけども、いろんなご案内をしたいと思います。じゃん。まず一つが、日経新聞出版社から出ました地球大学講義録という本のご紹介です。こちらの、第1項ですね。一番最初に、井田所長の、原稿論考が載っております。世界を変える自然エネルギー。まあ、ぜひ、お買い上げいただきたいと。もう一度表紙を。はい。あ、表紙。はい。こちら。1900です。でもう一つが8月20日の発売予定、宝島社からですね、原発がなくても、電力は足りるという、こちらも書籍が20日に発売される予定です。Amazon でも予約はもう受付できるようですので、今 Twitter でお流しします。Amazon の。原発がなくても、はい、電力ですね、はい、以上書籍のご案内でした、はい、では本日は以上で、はい、終わりに終了させていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。